ムーアズ殺人事件は、1963年7月から1965年10月に、かけて、イギリスのサドルワース・ムーアで起きた連続殺人事件。犯人は、イアン・ブレーディとマイラ・ヒンドリーであり、被害者の遺体を、サドルワース・ムーアと呼ばれる荒野に埋めていたことから、この一連の殺人事件は、ムーアズ殺人事件と呼ばれる。イアン・ブレーディは読書家の青年であり、 アドルフ・ヒトラーの我が闘争をドイツ語で読みこなし、マルキ・ドサドの著書も好んでいた。1961年、職場で出会ったマイラ・ヒンドリーとやがて恋人となり、殺人を繰り返すようになった。二人は完全犯罪をも論み、犠牲者を増やしていった。殺害されたのは、ポーリン・リード、ジョン・キル・ブライド、キース・ベネット、レスリー・アン・ダウニー、エドワード・エバンズの5名で、 いずれも10歳から17歳の少年、または少女であった。また、彼らのうち少なくとも4名は、性的暴行を受け、その様子を写真やテープに収められた者もいた。3人の遺体は1966年の2人の、裁判から20年以上も経過した1987年の、調査で発見されたが、4人目の被害者、キース・ベネットの遺体は未だ発見されていない。 殺害が発覚したのは、ヒンドリーの妹モリーンの夫、デビッド・スミスが、ブレーディに呼ばれて、エドワード・エバンズの殺害に加担したことからである。スミスとモリーンは警察に通報し、ブレーディとヒンドリーは逮捕された。警察は、当初エドワード・エバンズ、レスリー・アン・ダウニー、ジョン・キルブライドの3名の殺害についてしか、把握していなかったが、1985年に、 ブレーディがポーリン・リード及びキース・ベネットの殺害について、供述したことが報道された後に捜査を再開した。ブレーディとヒンドリーは二人別々に、サドルワースムーアで実況見分を行い、共にポーリン・リードとキース・ベネットの殺害を認めた。裁判の結果、二人には終身刑の判決が下された。前衛最強の女とも呼ばれたヒンドリーは、自分はすでに構成している。 社会にあだなす存在ではないとしていくとなく、終身刑という判決に対して訴えていたが生涯、釈放されることなく、極中にて2002年に60歳で死亡した。ブレーディは1985年に精神異常との診断を受け、それ以来アシュワースコード保安病院に入院していた。ヒンドリーとは対照的に彼は絶対に釈放されたくはない、死なせてくれと繰り返し、 2017年5月に79歳で死亡した。世界中の英語圏の新聞上で取り上げられてきた、この殺人事件は、幼い頃から暴力というものにさらされ続けて、屈折した女とサディスト志向のサイコパスによって起きた、悪い要因の連鎖によるものだと、カーディフ大学法制神医学部教授のマルコム・マクロッチが語っている。ありがとうございます。